っぱりイブはみんなと一緒に過ごすのが楽しいですよね。イブだからってみんな少し羽を外しすぎね。でも今日くらいは多めに見てもいいかしら。今日はいい子にしていたらサンタクロースって人からプレゼントがもらえるんだって。ユリいい子にしてるからきっともらえるよね。すでに長いマフラーは購入済みですわ。あとはこれをリリさんと一緒にぐるぐる巻きにして四六時中密着できますわね。クリスマスケーキを均等に切るのって難しいですよね。いつもどうカットしようか悩んじゃいます。集まってご飯を食べているだけなのにイブってだけで特別感があるな。大切な人と一緒にいる日だろう。だから舞は一つ柳隊のみんなと過ごすんだ。共に過ごすイブは楽しいですね。つい羽目を外しそうになります。クリスマスツリーの飾り付けって楽しいよね。今年はどんな風に飾り付けようかな。ケーキの上に乗ってるサンタクロースはわしがいただくぞ。クリスマス？いや研究優先でしょう。サンタがチャームのパーツをくれるって言うならいいけど。クリスマスイブね。私はプレゼントもらうよりあげる方が好きかな。カ様たちと一緒にランのサンタクロースになることにしたんです。あ、今の話は内緒ですよ。ランってすごくいい子だよね。明日サンタさん来てくれるよね。愛を喜ばすのも先輩の仕事だからね。今夜は張り切るよ。これがクリスマスのごちそうを作ってるから私も手伝ってくる。クリスマスのごちそうって可愛いものが多いですよね。作っていて楽しいです。ホワイトクリスマスってロマンチックよね。憧れちゃうわ。懐かしいわ。小さい時金掘ったらサンタクロースを捕まえようとして大変だったのよ。リリーたちの仲睦まじいお姿がたくさん見れるイブは最高です。サンタのおじさん来ないかな。お手紙書いて待っとこう。サンタなんているわけないじゃない。ほんとあかりったらお子ちゃまなんだから。いいクリスマス。ひひひ、白いおひげに赤い帽子、夜が楽しみだな。メリークリスマスです。すっかり寒くなってきましたね。外に出るときはあったかくしないとね、ですよ。てますよね。トナカイさんが空飛んでたら私も横走ろうかな。